こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得ツール、価格自動設定のツールの、ルール作成、こちらでね、質問があったんで、それについて解説します。このようにね、ルールを作りましょうと。どういう、ルールの、どういうふうに値段を動かすかというのを決めるんですけど、まず一番上ね、コンペティティブバイボックス。これでカート取得の価格にすると。基本的にこの設定にします。ね、これでナビしてます。で、2番目、ね。コンペティブ・ローエスト・プライス。最低価格にすると。で、3番目。コンペティブ・エクスターナル・プライス。これ外部価格との比較。ね、外部価格との競争力ある金額にすると。まあ、例えば eBay とかね、どっかのネットショップとかそういうものと Amazon が勝手に比較すると。で、4つ目が、ベースドオン・セールス・ユニット。1週間にね、10個とか、1ヶ月に100個とか、ね、数を決めて、その数が売れる金額に調整するというようなね、4つのルールがあります。まあ、おすすめしてるのはね、カート取得なんで、これについてナビしてます。ナビのね、内容記事はこちらなんですけど、まあ、質問出てきたんでね、お答えしました。また他にもね、価格の設定方法とか、質問ありましたらお気軽にお寄せください。お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。